ただ、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 ただ
Thank you.
Gracias.
Thank you.
ใช่ค่ะ
ที่อยากจะขึ้นที่สุดไม่ใช่
ありえる。全てが可能性がある。圧倒的な感じだった。
前に来週取るみたいな。もうやるね。まあでも普通に流水を取らないといいんだよ。ああ、もう溜まってるってまあ20、あ、結構溜まってるぐらいあるから。めっちゃ溜まってる。普通にそれ使うのやばいね、これ。まあちょっともう。何かあった時のことに備えてめっちゃ溜まってるね。いや、流水を消化していかないと。ああ、そうね。逆に。逆に消化していかないと。嫌なおいで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 。いいんじゃない多分3年生いやーちょっとね、手本がライブで撮れなくてさ、そう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 そまあ、夏休みはまあ、9月取るから、有給で取るんだけど、日曜は取れないから、定例だけど、金曜ってか、週の最終日に、だったら取れるってことなんで、だから、まあ、金曜か、別に落ち着けて、どうもそんなことなんで、まあ、どうだろうどうしようかなってあんまりなんかさこういうワイド系のやつって結局さ言うて2泊とかで終わっちゃうんだよねそれでいいのかなっていやなんか長いって行くならまあそうねそれでいいのかっていうだったらあれだよ、その場所を変えて、あれした方がいいな、もうちょっとなんていうの、もう帰るとか、ああ、重装備で、それはそれで行ってるけど、絶対行きたいんだよ、行きたいね、ちゃんと長いやつをさ、夏、行きたい、そこら辺行きたい、プロベーラーとか、それはそれでちゃんとした重装をやりつつ、ちゃんとチャレンジとして。200ぐらいで、まあ、週末ぐらいで行ける、まあ、これが今の人気がいいすごいちょっとね、やれん会員国会員国まだ買い出しまだギアを買ってそうね、確かにギアをまずこう買って高めないで高めない間違いない雪山とも高めていかないそしたらあれだね、やっぱ普通の辺に気をつけてあれですねやばいかもちょっとなんかどうしようかなって気は普通の土日に、まあ、金曜とかで行けば木曜の夜から行ったりするんだったらまあいいかなそうだ山の日に管理に入るのもあるよそのなんていうか超ゴールデンルートで入るのもあるだけど研究みたいな逆から行くとなんかそんな別にすげえ例えば表銀座とかあるよね。すげえこう人手があるとこっていうのはもうちょっとなんか結構あの雰囲気とか。ああそれは全然いいけど。例えばなんだろう。そう。南アルプスの例えばね。みんなが行かない方がいい。山のマンゴー
で、あと、なんとか飯とか。ああ、俺も3巻まで買った。あ、マジで。マジで。持ってる。持ってる。マジで。あ、4巻。4巻まで買った。あれ読んでからね。タギタギしちゃった。、マジで見てマジで持ってる持ってる。いや、あのだから買い物行った時に買っちゃったわ。なんだっけ、山ってなんとか山そうそうそう、なんか何飯なんとか、なんかご飯系だそうなんで、そう、あれが見てもう足がうずうずもう待ってたな、行きたいな。あれがいいんだけど、コーダーがいいんだけど、例えばなんか本当に、本当になんかキャンプっていうか、ワイルドキャンプみたいな、ステルスキャンプっていうか、本当にだから、焚き火というか、あいいね、で、やりたいわけですよ、ね、タープ買って。あー、いいね。あの、あれでしょ、得意技のタープ。得意技の、まあ、夏だったらタープはね、タープデビュー、タープデビュー、夏はしたいね。夏はしたいわ。しようよ。できるもんな。週末、パッとさ、普通から、東のというか、西の方行っちゃうから、うん、そういうところあるね。まず、大人たちとの関係が、そこであれをやりたい。
コパインです。パインだけ。最近本当にもう体が待ちようになってます。マジでもうこのままいったら人生閉じるんじゃない。もうやりは一回。北浜は一回やっぱりバリエーション行く前にやっぱ一回ちゃんとつけてってんのよ。俺らだけ外流でやるの超甘い。ちょロープ必要なはずなんだよ。今日から要因になるけどさ、悪くない？
土日休みなんですよ。私、土曜日は休みなんですよ。花火見に行くんですよ。花火見に行くんですよ。え、誰じゃなの？足りてない。ごめんなさい。まあ、想像の割合ともどうだったら普通に独自ルールが足りない。ああ、独自ルールがない。全く足りない。前の俺、北海道で調子になってあれマジで、8人かけてやばいね。センサーかけてあれは GPS なかったし、やばかった。本当にやばい。友達も行ったんですか？友達、友達行ったんですか？友達行ったんですか？うちの、うちの。やばい、やばい。話違うで。今の時点で何してる急に。話違うで。それだけ、こっから地形を想像する。立体的に。こっからここどう立体的に。この辺に立った景色をこう思われたことがあります。